はい、こんにちは、ゲームマスの小林です。今回もヤバくないですか、マジでね、もうほんまやりすぎやでしようね、有効してきちゃいましたね。もうほんまね、カスタムされすぎじゃねっていうのを見てて伝わるでしょ。もう簡単にね、マフラーさら変わってますよね、ホイール変わってますよ、ステム変わってますよみたいな、もうめちゃくちゃ変わってます。もうはっきり言うて、もうパッと思ったんはっすよ、これあのダートフリークのコンセプトバイクでしたかみたいなね。要はなんですけど、もうジータ製品とかがもう入りまくりなんですよ。要はダートフリークなんですけど、あのダートフリークが作ったやつですかっていうぐらいのね、もうやばい仕様やと思います。もうね、もうざっくりです、もう超ざっくりなんですけど、まあ入ってないところとかもあるんですよ。あの概要欄の方にですね、まあ分かる限りそのまあ書き出したんですけども、まあ抜けてたらごめんなさい。ただですね、その書き出したやつをですね、大体まあいろんなところで、まあ一応計算させていただきましてですね、大体分かったのがですね、72万円ぐらいかかってます。まあ、ETC とか入ってないんで、細かいステッカーとかもボルトとかも入ってないので、おそらく75万円ぐらいはカスタム部品で使ってますね。工賃とか入ってないです。もう工賃とか入れてないんで、もう工賃入れたら100万ぐらいいくんじゃないですかぐらいのレベルだと思うんです。はい、もうステッカー変えて、ボールも付け足してもいろいろ変えてみたいな、リンク変えてどの方のしていったらそらかかりますよっていうね。まあまあカスタム代、工賃だけでもそらね、まあ20万円ぐらいね、あるんじゃないですかっていうぐらい、もう何やかんやしまくってるっていう仕様になってるんですよ。もうそんなバイクがね、もう入庫してきましたので販売車両になっておりますで、こちらの車両がいいな、欲しいと思った方はぜひこの動画の概要欄をご覧になっていただければですね、こちらのオーシャルの広告先、まあ、グーメイクおよびかどちらかを広告させているんですけども、はい、そちらの方にですね、細かい写真とか価格などをですね載せておりますので、ご覧になっていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ本当ね、もう変わりすぎやって先ほども言いましたけど、70万以上ですよ。細かいとこ行ったらそれはもう75万以上行ってると思いますよ。ほんまに細かいとこも入ってないんでね、ほんまに細かいところですよ。もうボルトとかね、もう言いましたけど、ほんまそういうところはちょっと省かせてもらってます。はい、ただもう書き出すのにすごい時間かかったぐらいの車両でしたね。もうほんまそれでなおかつですよ、コンディションがいいんですよ。もうそれもぜひ見ていってもらえたらなと思うんですけども、まあ本当にね、まあもちろん今 CRF250 ラリーに乗ってる、もうこれからカスタムしていきたいっていう方についてもですね、もう参考になる車両やと思いますんで、気になる方はぜひチェックしていってください。よろしくお願いいたします。まあカスタム運転分かるところは概要欄にね、書いてますから、ご覧になっていただければなと思います。まあとりあえずね、そんな感じでですね、まあ本当にあの細かい、まあ車両のコンディションですね、ご覧になっていただければなと思いますんで、まずハンドル周りからね、説明していこうかなと思います。はい、いかがでしょうかね。もちろんなんですけども、ハンドル変わっておりますよ。ね、テーパーハンドルです。ね、そして、アチェルビスのね、ハンドガードついておりまして、ね、細かくね、本当にあのレバー類変わってます。キャップ変わってますね。クランプ変わってます。はい、ね、本当に細かく変わってます。ETC ついてますよ。ね、本当に、ね、グリップもね、ホンダ純正のね、アクセサリーの高いやつですよ、これも。ね、グリップヒーターついてます。ホンダ純正のね、シガーソケットついております。はい、そしてね、もう、走行距離がなんですけども、こちらの走行距離がですね、16,566km と、まだまだガンガン走るコンディションになっております。そして、ステムも変更されております。ステムね、もうステム、アッパー、アンダーね、まあ、ステムをトリプルって言いますかね、はい、変更されていましてですね、本当に手がかかっているのは間違いございませんのでね、よろしくお願いいたします。そして、フロント周りなんですけども、基本的にね、スクリーンめちゃめちゃ綺麗なんですけども、まあ、強いて言うなれば、ここですね、ここにちょっと傷がありますのでね、その点ご理解いただければなと思います。さっき、ちょっとそれで言えたら、飾りボルトとかも入ってますんで、本当に手がふわって一品になっております。はい、そして、フロントフォークとかもどうですか、めっちゃ綺麗でしょう。まあ、綺麗です。はい、やっぱりね、まあ、こんだけカスタムされてる車両ですのでね、本当に、大事に保管されていたのはもう間違いないのかなと思います。はい、ね、そして車外機、ホイール、もちろんね、綺麗ですね。
はい、そして、フロントタイヤの残りの溝は十分中データの大体なんですけども、まあ、十分中データ8秒間ぐらいは残ってんじゃないかなと思います。はい、めちゃめちゃ、まあ、山は高いのでご安心いただければなと思います。そして、フロントブレーキパッドの残りの溝はですね、大体こちらもね、まあ、半分以上は残ってると思います。それを6分山ぐらい、7分山ぐらい残ってるのかなと思いますので、こちらもご安心いただけるかなと思います。はい、そしてその次にですね、カウル巻き、タンク巻きになるんですけども、ね、基本的にはですけどね、左右ともにね、大きくこけてることはございませんのでね、めっちゃ綺麗です。はい。で、こちらもタンクの中身の具合なんですけども、まあ、このタンクの中身の具合もですね、基本的に気になるようなサビではございませんでした。コンディションがいいんじゃないでしょうか。よろしくお願いいたします。はい。ね、そしてね、ちょっとね、動画では見にくいんですけども、はい。ね、フロントの SP タダオのね、パワーボムだったかなっていうのがついている車両になっております。はい、ね、めちゃめちゃね豪華ですよね。はい、見えないところにもこうねおしゃれ、プラスアルファ、まあ、まあ、もちろんなんですけどもね、パワーを出してという車両になってるんじゃないでしょうか。はい、そしてね、ペグ周りもそうなんですけども、結構変更点はエンジンカバーもいろいろ変わってます。ワイドの方ねペグついていまして、ブレーキもね、ダートフリックで売られているものがついていますよね。でジータのねもうフレームカバーがついていたりですね、本当に豪華ですね。もう本当にボルトとかもですね、こういった飾りボルトもうほとんど買ってんじゃないっていうぐらい変わっておりますね。そして、その次になんですけども、シートになるんですけども、シートもね、社外品の表紙に、変更されておりますね。はい、そしてね、リアキャリアになるんですけども、リアキャリアも装着されております。はい、よろしくお願いいたしますね。リアキャリアのね、もちろんこう2掛け、フックもついて、フックっていうんですかね、まあこいつのも飾りもついてあるんで、本当にねむちゃむちゃ金かけてるなと思います。で、まあ、見ていただければ分かるんですけど、吉村のね、サイレンサーが装着されているようなものになっております。はい、そしてね、リアホイールも前後おともにもちろん変更されておりまして、ほんまに綺麗、めちゃめちゃ綺麗ね。はい、そしてですよ、はい、リアサスも変わっておりますね。TGR のですね、リアサス変更されておりまして、でね、もちろん、ね、リンクも変更されていて、もう車高も下がっているような仕様になっております。本当に細かいところでいろいろ変わりまくって、こういうボルトですら変わってるんですからね、本当にね、本当にむちゃくちゃもうカスタム店満載なので、もうね、こんな車両探せるのも絶対お得に買えますからね、要チェックしてください。よろしくお願いします。はい、そして、十分、まあ、タイヤ、リアのタイヤなんですけど、十分山中で言うたら大体なんですけど、これもね、8分山とかあるかなと思いますんで、ね、まあ、ご安心いただければなと思います。そして、リアのブレーキパッドなんですけど、こちらも、ね、結構山高いんで、まあまあ、余裕で7分、8分は全然あるんじゃないですかっていうぐらい、居残り山が高いです。はい、なのでね、ご安心いただければなと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、そして、反対回りね、ご覧になっていただければなとは思うんですけども、はい、さあいかがでしょうかね、綺麗でしょう、ね、ここにね若干ね、なんか知らんけど色がね、違う点がありますんでね、はい、すいませんけどその点ご了承いただければなと思います。はい、ね、ただね本当に全体的に、基本的に綺麗なのでね、基本的には気にしないでいいんじゃないでしょうか。はい、もうもちろんなんですけども、こちらも変わってる点めちゃめちゃ多いですよね。チェーンカバー、まあ、スプロケットガードといいますかね、そちらも変わっておりますし、チェーンも変わってますし、スプロケットも変わっております。エンジン周りで言うたらね、スプロケットカバーも変わってますね、飾りボルトもついてますね、シフトこうペダルも変わっててね、ペグも変わっております。そしてね、サイドスタンドもね、こちら加工されているんですけど、車高が低い分だけですね、ね、基本的に、ね、こちらで、変わっているのかなと思います。でね、こちらのね、ちょっとね、ペグ自身のね、上げ下げもね、できやすいように、こういうのも付けられているかなと思います。はい。で、そしてね、基本的になんですけども、まあ、中身の具合というとあれなんですけども、ちょっと見にくいところなので、まあ、見にくいだけど、本当にいいコンディションよく保管されているのかなと思いますのでね、ご安心いただける車両になっているのではないでしょうか。よろしくお願いします。本当に綺麗です。ね、
もうこれでも納得できへんってなったりしたらね、もうね、次で言ったらもう新古車新車行くしかないんだもんっていうような仕様になっておりますんでね、ほんとそれぐらい綺麗ので、もうね、全然こう、もう本当にもう年式で言うたら今の方はちょっと新しくなってるぐらい古いのかな、それで言うとにはなってますけども、いや全然納得できますよこれっていうようなものになってると思いますんで、本当にね、もうこんな車両他にないと思います。もう CRF250 ラリーでこんな形でもうここまでカスタム施されてるやつってまあそうそうないと思います。本当に珍しいと思いますんでね、こんなん探してた方はぜひご検討よろしくお願いします。そしてその次にエンジンかけたいなと思います。なのでまあエンジンの使用性もいいですしね、基本的にエンジンの吹き上がりも問題ありませんね、エンジンから気になるような異音もなっておりません、白煙も吹いておりません、まあエンジンのコンディションもバッチリなのでご安心いただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、そしてその次にこちらの車両またがっていきたいなと思うんですけども、こちらの車両をちょっとね、見ていただきやすいようにですね、ちょっと横に向けさせていただきたいんですけども、ね、まあ本当にね、まあこうやって見ていただければもう分かるかなと思うんですけども、基本的にめっちゃ低いです。はい、まあもともとね、これについては2種類売られてるみたいなんですよね。まあもともと背が低いバージョン、まあ車高が低いバージョンと、まあ基本的に通常と言われるバージョンと、まあ売ってるみたいなんですよ、ラリーについては。っていうのがあるんですけども、まあ要はね、まあどっちかっていうのがね、多分ねこちらの車両もともとね、低い車両だったと思うんですけども、それをねまだなおかつ輪をかけてですね、ホイールインジダウンさせてて、でなおかつリンクで下がってるっていうのがありますんで、本当にね足つき性むっちゃいいので、まあご覧になっていただければなと思うんですけども、はい、私の身長が172センチになりまして、そんな私がねまたがるとこんな感じ、もう両足ともにべったりですね、もうオフ車かっていうぐらいべったりです。はい、まあ極端な話160センチぐらいの身長の方でもですね、まあ足ちょっとつま先というかなるとは思いますけども、それでも足全然つくから全然気になりませんっていう話ですね。まあいつもね言うんですけども、オフ車とかであれば基本的にもうもう全然高くてチュンチュンやっても結構軽いので250になってくると、まあこれがね極端な話、まあ、450だったり600だったりしてくるとやっぱ重量っていうのは増してくるんですけども、それでも450って軽いんですよ。なんですけども、ただね250っていうのがあるんで結構こう軽いんですよ。そんな車両がですよ、軽い車両がもうほんとべったり足ついちゃうんで、もう本当に安心できますっていう、もうこれは普通にもうセガとかっていう心配はもう特にないんじゃないかなと思いますんでね、もう本当にご安心いただけるんではないでしょうか。で特にね、まあ、元の仕様のホイールになってるっていうところもあるんでね、まあそのなんていうの、結果的にの話を、まあ、勝手にさせてもらったらなんですけども、まあ言うてアドベンチャー系だと思うんです。ただねそのアドベンチャー系って言われるようなバイクは、まあ、もちろんいっぱいあるわけですけども、まあ本当にアドベンチャーってあんまりしないじゃないですか。あんまりですけどね、あんまりですよ、もう絶対しないんじゃないですけど、あんまりしないんでしょ。まあそれで言うたらその、まあ、日本で言うたらそのね、北海道みたいな荒野を駆け巡るみたいな、道じゃないところも走っちゃうぞみたいな、しないんですよね、あんまりですよ。だからその林道みたいなところはね、極端なところはね車高も低いからね走られへんと思いますけども、まあ、若干は走ると思います。タイヤもね、イボついてるようなタイヤになってくるんで、これはね走れると思いますけども、ただそれで言うたらまあそこまでは走れへんよな、まあ基本的にアスファルトの上が基本だよっていうところになってくると思いますんで、なのでね、まあそれで言うと本当に安心して走れると思います。
もうなんか悠々自適にもうね、ニューンとね、走れるかなと思いますのでね、よろしくお願いしますね、本当に。ね、で、まあ、足、ね、ステップに乗せてるとこんな感じにはなるんですけども、ね、本当に、そんな感じでですね、まあ本当、もう、こう、アドベンチャー、まあ 250cc っていうところの排気量クラスのね、250クラスの、本当にアドベンチャーだなっていうのがね、もちろん乗ってた感じももちろんあるんですけど、それをなおかつ輪かけてる、ちょっと走りの方にも振ってるけど、もう見た目も崩さないように、もうしっかりとして作り込んでるなっていう車両になっておりますんで、ほんますごい、ここまで。ようやったなって思いますよね。思いません？もうここまでのんはまあ正直ね、まあ一言で言うとやりすぎなぐらいやってると思いますけども、ただね、まあもう珍しい、僕はそう思いますんでね、もう逆に買っていただいてもですよ、もう他には被ることはまあそうそうないんじゃないかなと思いますんでね、もう本当にね、もう自慢できる一品ではないでしょうかね。よろしくお願いします。まあいいですよね。ね、もうほんまなんか、まあ、個人的にもこういうの本当にね、アドベンチャーな感じで欲しいなと思う今日この頃もあるんですけどもね、本当にね、マジでこうテンションの上がる、もうパンチの効いたカスタム車が入庫してきましたんで、こんな車両欲しかったっていう方はぜひご検討ください。よろしくお願いします。ということで今回は CRF250 ラリーね、スーパーカスタムといっても嘘じゃないな、スーパーカスタムをご紹介させてもらいました。今回もありがとうございました。